そう、意外に結構もう4年目なのに初めてこの髪型をしました。かわいい、優しい、ありがとうございます。公園メイクやね。そう、しかもね、公園メイクプラス落ちてきたからちょっと茶色くなっちゃった。ティントだからね、なかなか取れないの。ほらほら、ちょっと取れた。ツインのイメージだもんね。そうなので、今日はちょっと珍しくツインじゃないのをしてみました。昼間入って、あ、ねえ、ありがとうございます。嬉しかった。すごい、やっぱ自分のね、応援グッズとかセーターティーとか見えたら嬉しい気持ちになります。ありがとうございます。お、今仕事から帰ってきたの。お疲れ様。そっか、ちょうど今8時ぐらいかな。だからそろそろ皆さんもお仕事終わりの時間ぐらいかな。お疲れ様です。お仕事や塾や、8時ぐらいだったな、だろう、いろんな皆さん。お疲れ様です。あ、もう8時半ぐらいになるのか。なるほどね。昼夜も夜も髪型可愛い。やったー、ありがとうございます。昼はハーフアップで出ました。そう、今日はね、ちょっと2公演してお腹がペコリンチョ、ペコペコなので、今日はちょっと珍しくお弁当を持ってきてみました。じゃじゃん。残ってた3種類あったんですけどね、あの鶏なんかチキン南蛮と焼肉と鮭があったんですよ。そう、でも公演前食べなくて、そうで、何が残ってるかなってちょっとランダム気分で待ってたら、意外に焼肉が残ってて、そう、一番にね、なくなりそうな焼肉が残ってて嬉しかったっていう。そうなので焼肉を持ってきました。もぐもぐりなさん、もぐもぐします。いただきます。で、こんな感じでした。中身は美味しそう、レナの好きそうなのがいっぱい入ってます。あ、レンコンもきんぴらごぼうかな。もう、あ、こんにゃくも入ってる。おお、あ、なんだっけこれ、シューマイじゃなくて肉まんじゃなくて小籠包。え、なんていうか、このちっちゃい子、これも好き。ミートボールみたいなのも美味しそうだし、卵焼きも美味しそうね。めっちゃ美味しそう。お肉もいっぱいやし、やった、元気が出ますね。これでまたもりもりになります。いただきます。じゃあ、レナは何から食べるでしょうか。あ、しめてた。何から食べると思う。テクタクテクタク、シューマイか。正解はきんぴらごぼう、この子でした。れんこん、れんこんも悩みました。この子からいきます。ご飯、あ、ご飯も、うん、うん、うん、柔らかい、うん、美味しかったですね、皆さん。そして次はれんこん食べました。うん、着色が美味しい。きんぴら美味しいの。そう、俺は好き。コンビニとかにもよくあるじゃないですか、きんぴら。あれよく食べてます。うん、うん、うん。皆さんも好きなものから食べるは。うん。昔は残しとく派だったんですよ。昔っていうか結構最近まで。でも残してたら、そんなね、特別好きじゃないものを先に食べて、それでお腹いっぱいになっちゃったらさ、好きなものを食べるときにもうお腹ペコペコって状態で食べた方が絶対美味しいってことに、そう、友達に言われて気づいて、なのでこれからはちょっと先から食べようかなって思います。でも気づいたら好きなもの残ってるんですよ、癖で。これなんだろう、
これ何だと思う？アボカドかな。でもそのアボカドだけ入ってたと思う？食べてみます、ね。めっちゃわかる。あ、本当？一緒だ。うん、アボカドだ。美味しい。アボカドだけで食べたの初めてかも。最後美味しい口で終わるもんね。そう、それもいいよね。うん、アボカド？うん、アボカド。次は卵を食べます。あ、あ、崩れちゃっちゃった。うん、アボカドいいな。美味しいよね。あのアボカドとサーモンとモッツァレラで食べるのが好きです。うん、うん、美味しい、うん。好きなものお腹いっぱいになっても美味しいからね。確かになんかちょっと苦手なものが残ってた、もうお腹いっぱいって言うけど、好きなものがあったら食べたくなりましたね。そろそろ肉いく？じゃあ人参食べたら行こうと思います。今日は公園で人参も出てきましたよ。皆さん知ってる？今日はカレーの日ということで、ゆいなちゃんがワルタピーポーでね、カレーの具を言ってたんですよ。そう、それで人参が出てきました。お弁当にトマト入ってたらどうする？サイズによりますね。ではいよいよ肉を食べたいと思います。メイン玉ねぎと巻いていただきます。一口ください。お、じゃあお先にお味見を。はい。あー、もく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 、どうですか？おいしい？おいしかった？ちょっとレナも食べてみますね。やっぱ肉は美味しいですね。人参の後に食べるとやっぱね、お肉の美味しさを知りますね。人参も美味しいんだけど、やっぱお肉はうまい。うん、お腹空いてきた？皆さんもう8時溶けない。もうご飯食べますか？夜ご飯。超うまそうじゃんね。めっちゃ美味しい。もぐもぐ。うん、ちゃんと人参だし、そう、これで意外と私は人参好きなんです。じゃあこんにゃくも食べます。こんにゃくも好き。フライパンでさささって炙る。食べます。外食してきたの？いいな、いいな。こ、レナも外食か。家じゃないから。あ、サラ。お寿司食べた？いいな。レナもお寿司好きです。やっぱなんかこう特別な日ってお寿司とかお肉食べたくなりますよね。うん、すごい。ハマちゃん、服の可愛いクマちゃん、ありがとう。ハマちゃん、ハマちゃん、クマちゃん、ちゃんがいっぱい、ありがとう。今日はカレー。おお、偉いですね。ちゃんと有言実行して。またお家でバーベキューしてほしい。え、したいです。したい、したい、バーベキュー。いただきます。うん、今度お話しか初めて行きます。うん、嬉しい。ちなちゃんかな。ありがとう。うん、初めて、いっぱい話しましょうね。嬉しい。待っています。皆さんもね、もういつでも大歓迎なので、私はそう、皆さんのことを待っていますので。待ってるよ。待っているので、ぜひ会いに来てください。お願いします。ファミレス？あ、ファミレスもいいよね。私は、よく何買うから、うん、サラダパスタとか、冷凍マンゴーはファミレスにある。ファミレスってなんだ？ファミレス？
ょっとコンビニの違いが苦手。ファミレスには何があったっけ？セブンでは冷凍マンゴーとかあのナンとか買うんですけど、ファミレスってファミレスなんだっけ、青いのファミ牛乳のやつがファミレス、ん牛乳はローソンファミレスってなんどこだっけ、ん、うん、でもファミレスも好きだよ、ガストとか最近、うん、好き。でもサイゼリア のシナモンフォッカチオっていうのが私めっちゃ好きだったんですけど、なんかなくなったっぽくて、そうちょっと悲しい。ガストも美味しいよね、チーズ系が好きです。ファミレスとか行かなそう、え、めっちゃ行きますよ、コンビニ楽ちんだし、最高冷凍パスタとかもうすぐチンするわけだから。私はあの冷凍パスタのこうなんか薄っぺらくてちょっと横長っぽいカルボナーラが好きです、うん、サイゼリア、イタリアンレストラン、あ、どこのこのとこの、うん、私食べるの下手って言われるんですよね、ちゃんと食べれてるかなすぐ口についてるって言われるんですよ。あ、まだ綺麗うん、またリップとか送ります、ありがとう。またリプ編とかしたいな。近所にあるのはマクドだけ。でも近所にあるの羨ましい。朝マックとかすぐ行けるじゃないですか。ちょっと遠かったら朝から行くの大変やけど、私朝マックのあれ好きよ、名前が出てこない、ハンバーガーなんですけど、パンの生地がねちょっと違うんですよ。でエッグなんたら卵が入ってるのが美味しくて好き。朝マック好き、うじゅうめ。では残りのアボカドを食べます。エッグマフィン、うん、それなんか それの気がするよ、うん、何が好き。近所って言っても8キロ8キロって何分ぐらい、8キロ結構ありますね。エッグマックマフィン、そう、それが好き、うん、でもパンケーキとかもたまに食べたくなりますね。でどうしよう、次何食べよう、うん、あのポテトサラダとちくわで悩んでます。ちくわにします。8キロって徒歩 2時間、近所すごい2時間か、すごいね、それ、うん、ちくわにしました、うん、ちくわちょっとかじかってさ、なるほどね、うん、両方楽しめていいですね、かじこ、そうだ、そう、今日のあの MC で嬉しかったこととかを話してたじゃないですか。 MC テーマ変わってない？変わってなかったら、うん、最初にちょっと事故があってちょっと事故があって出れなかったので、私はここで最近あった嬉しかったことでも話そうかなと思います。もう可愛いってありがとう、可愛いって言ってくれる人が可愛いですよね可愛いって言ってくれる人が可愛いと思うんですよ、私急に、うん、人のことを可愛いって思えるのは素敵ですね、うん、ここだけ見て心配になった。あ、全然ちょっと体調とかじゃないのですいません、心配かけちゃって。ね、最近嬉しかったことがあったんですよ。あ、15分経過、ありがとうございます。あの、ご飯屋さんに食べに行ったの、ご飯屋さんに行ったんですよ、私で、そのドリンクを頼もうってなって、あのウーロン茶かトウモロコシ茶、そう、トウモロコシ茶って悩んだんですよ、私食べるじゃない、飲むの
そうなんどっち飲もうって悩んで、そう店員さんが来て、そう最初はトウモロコシ茶って言ったんですよ私。でもご飯に合わないかもと思って、そうトウモロコシ茶を あんま飲んだことなかったから、飲んだことなかったかも、そう味が分かんなくて、そう不安になっちゃって、そういつもウーロン茶を飲むから、だからどんな味ですかって言われて、あ言われてじゃない言ったんですね。そうそしたら甘めですって言われて、そうだからじゃあやっぱウーロン茶でお願いしますって言ったんです。そしたらあ分かりましたって言って、そう言ってくれて、そうでウーロン茶だけはね来ると思うじゃないですか普通。そう大丈夫にそう思うじゃないですか普通で、ね、ウーロン茶を頼んだからウーロン茶が来るって。そしたら店員さんがねトウモロコシ茶も持ってきてくれて、おまけでよ、おまけでね、そんな大量ってことじゃないけどおまけで持ってきてくれて、よかったら味見してみてくださいって言ってね、トウモロコシ茶も持ってきてくれたの。そう私はそれがすごく嬉しかった。やっぱ大きいの、大きいのを頼むって勇気がいるじゃないですか。そう、それで、そうこんなねぐらいの、これぐらいのを持ってきてくれてね。それすごい本当に。そう、ひなたんがお客さんでやってます、ほんま。嬉しい。そう優しい店員さんでめっちゃ嬉しかったですって話です。どんな味、なんか 甘かったです。そうでも美味しかった、甘くて、なんか甘めの緑茶、緑茶でもない、でもなんか匂いが本当にトウモロコシの匂い、味もちょっとトウモロコシの味して、すごかったです。どうやって作ってるんだろう。そうでも私はそのサービスをしてくれたことが最近あった嬉しかったことです。そうなのでいい子にはいいことが起きる、ほんまなので、モバメにねこのトウモロコシちゃんの写真を撮ったので、またモバメに送りましたねそうまた来てほしいんです。え行きたいです、そんなことされたらね、行くわうん、レストランで働いて時々やっぱそういうねなんかサービスをしてくれるだけでもう嬉しい気持ちになるし、また行きたいと思うよね。あ、トウモロコシ自体は入って、子供って思われたのかも。え、それはありえますね。恥ずかしい。この子、お茶で悩んでるわって思ったのかな。お金持ってるね。うん、送りますね。ありがとう、待っててくれて。やば、全然周りに人がいなくなったよ。食べるのとろすぎた。食べるの遅かったかな。でもね、お母さんにはね、ご飯食べるの早いって言われるんですよ。そう、もっとゆっくり噛んで食べなさいって。でもね、メンバーの中ではいつも結構最後らへんなんです。一緒に食べたら、お母さんが遅いのか、私メンバーのみんながささっと食べているのか。うん、遊びに来た、ありがとう。レナさんのいる部屋、鏡見は、そうなんですよ、鏡に一人で寂しい。うん、ウィンクみんな早そう、マイカに早むかも。うん、なんかナナホさんとか早め、うん、一緒にね、一回ご飯をね食べに行ったんですよ。その時私がめっちゃ辛いチゲを頼んじゃって、韓国料理だったんですけどね、もうみんな食べ終わってんのに3分の1も食べ終わってないぐらいで、どうしようってなった記憶、思い出です。キツネさん飲み込んでせたすごい、うん、お漬物も美味しい。辛いチゲとか最高やん。そう、時間があったらめっちゃね、そう最高よね。
ミートボール。うん。お話し会撮りました。リアルも撮りました。ありがとう。ね、リアルで皆さんで会えるのもう一度ぶりっていうくらいで。ごめん、口パンパンで喋って。本当に楽しみで楽しみで仕方がない。そう、でもオンラインも嬉しいです。久しぶりに皆さんの顔をゆっくり見て、2人で喋れるの。うん。2年ぶり、そんなに経ったの？全部リアルして無理か。でもね、2メートル離れてしたらね、早く落ち着いてほしいですね。白ご飯食べたら食べ出しちゃう。おいしい。止まれ。お腹いっぱいになって、私の腹。そんなに立つんですよ。嬉しい。皆さん、ユナのこと忘れてない？ちゃんとリアルに会っても覚えてね。2時お話しか手続き、今日の23時までありがとう書いてくれて。皆さん、せっかく当たってもそのね、手続きを忘れてしまったら終わりなので、お忘れないようによろしくお願いします。2メートルだと話してないよ、ダダ漏れそう。え、確かにね、いっぱい聞こえそうだね。大きい声出さないとちょっと声ちっちゃめだから、大きい声出してわーって食べれます。皆さんのこともっと知りたい。嬉しい。ぜひいろいろ質問してください。私も知りたい。お疲れ様です。リアルは名前出ないよ。そうじゃない、多分今までのだったら出ないよ。うん、そうね。なのでちょっと初めての方とかはお名前言ってくれたり、名札をつけてくれたら嬉しいです。うん、名札つけてくれたらすごく覚えやすい。お名前もすぐに呼べるし。うん、お話し会で自己紹介、ぜひぜひ、ありがとう。うん、レナさんお昼弁当、そう、これお昼の弁当なの。あ、どうしよう、白ご飯しか残してない。はい、あー、もぐもぐもぐ。初めてな感じで行くわ。困惑する、混乱するからやめて。ごちそうさまでした。美味しかった。皆さん食べるの見守っててくれてありがとうございました。糸電話用意されてたから、それは面白い。でもなんか、私糸電話したことなくて、めっちゃ憧れます。糸電話とかなんかさ、恋愛物でさ、隣の家の子とね、こう糸電話をこうやって夜になった子をね、石を投げたり、こう糸電話をこうポンってしてこうやって喋るんですよ。あれやってみたい。めっちゃ糸電話してそうやない、どういうこと。そうしたことないんですよ。やってみたい。隣の家に投げたり。でもうちの家の隣の人、おばあちゃんの一人暮らしなんですよ。急に糸電話投げてもびっくりされますよね。そんな青春ない。ドラマとかの話なんかな、漫画とか。でもあれやってみたい、楽しそう。STU さんはマイクを通してだったんだ。へえ、確かそれやったらね、聞こえやすそう。糸電話のイベントあるの？え、すごい。やってみたい。どんな感じに聞こえるんだろう。ゆる公園に妹連れて行ったら、レナタンのパフォーマンスが良かったと泣いてました。ありがとう。こちらこそありがとうございます。すごく嬉しい。ありがとう。嬉しい。妹ちゃんも伝えてくれた。お姉さんもありがとうございます。フードかぶってほしい。ぶどうをしてるからフード立てながらないそう。あ、意外ってきた。大きめのフードでしたね。
もう一人ぐらい入りそう。ほら詰めたらもう一人入れるかも結構ね、大きめで可愛いのよ。ギャルっぽいメイク好きなの？あ、好きかも。うん、でも公園メイクしてたらね、ちょっとね、濃くなっちゃうね。入りたい。入る？染めたら入れるかも。ティーに生まれるのも終わったよね面白いこと。そうですね、小さいに踏まれるのもあと1回ですね。そう、いつも私は亀になろうと思いながらじっとしています。はい、なんかそう思ったら寂しくなりましたね踏まれるのが好きとかじゃないですよ入ります100里早く会いたいですね、皆さんに。え、本当に人いる？誰もすれ違うの？ちょっとなんない、そろそろランキングを読んでいこうと思います。カニさん楽しかった。そう、カニカニ面白かった。よし、では、13位影奈々さん、ありがとうございます。12位マッサージさん、ありがとうございます。11位ニャンズさん、ありがとうございます。10位ムササビさん、ありがとうございます。9位 FFF さん、ありがとうございます。8位ヤン008さん、ありがとうございます。7位マッチさん、ありがとうございます。6位柳さん、ありがとうございます。5位ベリメイさん、ありがとうございます。4位ガンバレットさん、ありがとうございます。3位ロクイチさん、ありがとうございます。2位アンケンさん、ありがとうございます。そして今回の1位はタラーンとハマちゃんです。ありがとうございます。素敵な服もありがとうございます。チパチパチパチ、お、皆さんもパチパチありがとうございます。結構急に配信したんですけど、見に来てくれて嬉しかったです。ありがとうございます。お話し会で会いましたよ。お疲れ様です。ありがとうございます。お話し会でも公演でも会えるのを楽しみにしています。ではありがとうございました。3、2、1、バイバーイ。